双葉駅は、福島県双葉郡双葉町大技、長塚麻町西にある、東日本旅客鉄道常番線の駅である。開業当初は双葉郡町塚村に属し、長塚駅を称した。長塚村は1951年に新山町と合併して、新ね町となり、さらに、新ね町は、双葉郡から名前を取って1956年に、双葉町に改称された。なお、 双葉軍は、シネ派軍と奈良派軍が統合されてできたことに由来する軍名である。駅名はこれに合わせ、1959年10月1日に双葉駅に改称された、短式ホーム一面一線を持つ地上駅である。駅舎とホームとの間は、古戦橋で連絡している。駅舎は1998年に竣工したもので、 町のコミュニティ施設のステーションプラザ双葉との合築である。常磐線が全線再開となった2020年3月に向けて新たに東西自由通路と京上駅舎が整備されている。震災前の当駅、大野駅間は複線化されていたが、上り線の敷地に速道を設けて非常時の避難道としても活用するため単線化されている。これに合わせて、 ホームを相対式に面2線から西側のみの一面1線へ回収した。総工費は約18億4000万円で既存の駅舎は無償で双葉町へ譲渡される。スマートステーション4エクスプレスを導入している無人駅である。また、東口のエレベーターはホームのエレベーターと兼用であり、東口改札外及び改札内ホーム会のみ、それぞれ向かうことができる。 JR 東日本によると、2000年度から2010年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。なお、2011年3月11日から2020年3月13日までは、前述の通り営業休止となり、翌3月14日の営業再開以降は無人駅となったため、2011年度以降の統計値は公表されていない。 双葉町の中心部の北西の端にあり、薬場や病院などをはじめとする各種施設も、すべて 1km ほど南東側に進んだところにある。当駅周辺は、福島第一原子力発電所事故に関連する、帰還困難区域内の特定復興再生拠点区域であり、2022年春頃を、めどに避難指示解除と住民の帰還開始に向けた取り組みが行われている。 2020年3月4日に、駅周辺部の先行解除が実施され、同年3月14日現在は、駅、駅前、超コミュニティセンターのみ立ち入り可能で、町東側の避難指示が解除された地域に通じる、道路のみ通行可能。新城版交通が運行する富岡駅、大野駅が駅福島水素エネルギー、研究フィールド線と東北アクセスが運行する、電承館。 産業交流センターシャトルバスが発着する注釈出展報道発表資料新聞記事ありがとうございます。